平成22年7月6日火曜日、第9回となる口蹄疫対策本部を開催しました。7月の4日、宮崎市内で口蹄疫の疑似患畜が新たに確認をされました。この疑似患畜については、これまでの教訓を生かしたマニュアルに沿って、写真判定を行い、判定後直ちに殺処分、埋却を行ったものです。迅速な対応を行っていただいた関係者のご尽力に感謝を申し上げます。その後、2010 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会でベスト16入りを果たした日本代表の岡田武史監督と長谷部誠選手、第二国や日本選手団長の表敬を受けました。16日金曜日、総理大臣官邸で第10回となる口蹄疫対策本部を開催しました。地域内の農場にはウイルスを含む膨大な発酵処理中の排泄物が残されていることから、まだ安心できる状況にはなく、気を緩めることなく消毒の徹底など万全の対応が必要であります。引き続きこの危機管理上の重要課題に対し、内閣として総力を挙げて取り組んでいく所存です。その後、フランス共和国のフランソワ・フィヨン首相と会談を行い、世界経済情勢等について意見交換を行いました。引き続き共同記者発表を行いました。続いて第91回総合科学技術会議を開催。平成23年度の科学・技術に関する予算等の資源配分の方針、科学・技術重要施策アクションプランなどについて話し合われました。18日日曜日、豪雨による被害が出ている岐阜県を訪れ、被災状況を視察。被災者をお見舞いし、関係者を激励しました。今日は岐阜に、この大雨の被害の視察に、やってまいりました。2カ所を視察をしたわけですが、いずれのところでも亡くなられた方が出ているということは大変、悲しいことで、心から悲鳴を申し上げたいと思います。しっかりと国としても取り組んでまいりたいと思っております。